久保さんあのー、メルマガですよねあのー、今年僕 LINE アットね凍結されましてまあね僕も LINE アットに入るの遅かったんですよでずっとまあ僕はメールでやってたのででまあプロモーションとかも LINE が入ってきてまあそれでもあんま使わなくてでもまあ LINE じゃないかなと思ってまあさすがにちょっと使おうかなって使ってたんですよね で、まあ、LINE の場合は、なんでいいかって思ったのが100、100%絶対届くんですよ。絶対、その、迷惑フォルダーっていう概念がないし、その、フィルタリングっていう概念がないんですよ。もちろん、ブロック機能っていうのがあるので、相手がブロックされたら届かないですけど、そもそも届くんですよね。で、メルマガの場合は、フィルタリングとか、プロバイダーとか、Yahoo、Gmail のフィルタリングが通らなくて、届かないっていう可能性があって、これ100%到達は無理なんですよ。 どんな配信機使っても100%到達はかなり難しいですね。まあ、久保さんもね、あのー、どこだっけ久保さんが使って、エキスパすかエキスパ届かないみたいなんでね。<laughs> だから、LINE やると絶対届くんですよ。だから、まあ、絶対届くから LINE だなと思ってた部分もずっと使ってたんですけど、で、凍結になったじゃないですか。で、蓋を開けて僕も今メルマガしかやってないんですけど、まあ、変わんないっすね。<laughs> まあ、だから何かっていうと、 結局読む人は読むんですよ。だから LINE だろうがメルマガだろうが結局届く届かないじゃなくて読む人は読むってことですね。LINE でも読まない人は読まないっていう。買わない人は買わないっていじゃあどっちが一番優位性が高いのかっていうとメールアドレスですね。だって LINE の場合はそのアカウントがバーンされたらもう終わりなんですよ。でもメ,メルマガの場合はか万が一ですよ。その使ってる配信機があなたもうちょっと配信しすぎですと。 みたいなね。ちょっとやんちゃやりすぎですと。じゃあうちの配信機止めますと。でなったとしてもメールアドレス残るんで別の配信機で契約できるんですよね。だからこれすごくないですかでぶっちゃけだと、ぶっちゃけ言うと、まあこれマジ細かいですけど、そのファンの人ですよね。もう常にリピートしてる人のメールアドレスがあったらそれにいつメール送れるわけですよ。わかりますすいません、今ちょっとメルマガが使えないんで特別にね。 マルマさんいつも買っていただいてるんで特別にねちょっとご案内させていただきたくて個別でメールしてますみたいなそれで打てるじゃないですかでも l i アットとかそれできないですよね <laughs> だからね究極言うと一通一通に送れるんですよね <laughs> それはもうメール配信機とは関係ないですよね Gmail から送れるし Gmail の CC か BCC かそれでもいいあのバーってやれば BCC とか CCC かそれでも300通か500通ぐらい一気に送れるんですよ 無料でね。だから、メールアドレスを保有しとくっていうのは、超大事ですね。だから結局その時代が進んで、いろんな、S、いろんななんか、ね、今だったら LINE ステップだったかな ?LINE アットの L ステップか。L ステップっていうのはすごくなんかもう売られてるらしいんですけど、もう僕全く興味ないですね。なぜならもうメルマガがすで十分かなというところですね。結局ね、あれなんですよ。 結局、昔、LINE 使ってる人がいなかったんですけど、今ね、どこかしこも LINE なんですよ。例えば、そのむか、前かな、金麦っていうビール買ったときに、サントリーさんが、まあ、LINE アットに登録すると、なんか、クーポン券あげますみたいなやつで、要は、大手ね、サントリーとかね、大手コカ・コーラとかね、もうど、店舗も全部 LINE アットやってるんですよ。だから結局、その、一緒なんですよね。 ブワーク来てるんで今みんないろんなところに登録するじゃないですか結局ブワーク来てるんでまあラインアットも昔に比べると到達はするけど読まれづらいなぜならばライバルクソ多いよと大企業も入ってるしみたいなだからメルマガでいいんじゃないかなと思いますねまあすべてトータル的に見た時にですねもうリスクリバーサルも考えた上で最終的にいついつ顧客にメッセージが送れるっていうところで メルマガはね、やっぱね、まあ、メールアドレスがなくなる例えば、アマゾンで注文する、楽天市場で注文する、LINE できますねいや、もう、注文管理はメールでしょ。<laughs> 多分ね、あれがか、あの仕組みが変わることは、まずないですね。アマゾンで注文した内容がメールで届くとかね、注文するときにな、なんかメール、なんか登録するのはメールアドレス必要ですよっていう、ここはね、多分、デフォルトで僕変わんないんじゃないかなと思いますね。 メールアドレスっていうところは、うん。これ以外最強ですよね。メールアドレスっていうのが、やっぱ、うん。だからまあ、あの、うん、リストマーケティングの話ですかリストマーケティングにしておきましょうか。かリストマーケティング。だからいろんな SNS を使ってし無料で集客して、最終的にメールアドレスを取得するっていうのをやった方がいいと思います、ね。ここは本当にもう資産ですから。 うーんだから YouTube の赤番食らった僕は、僕はね、久保さんと違って僕は YouTube の赤番食らったことありますから、今回 YouTube 久保さんは1週間停止でしたけど、僕はもう永久凍結ですから、それ食らいましたけど、あんま影響なかったですからね、売り上げに関しては。なぜならばメルマがあってか、そのリストがあるからっていう。凍結したとしても、ここでまた新しくやりましたっていう告知できるじゃないですか。うん、流せますよね。 しかも、やっぱ、レバレッジも効きますよね。もう、だって、10分とかで文章書いて、それをせ、久保さんも1000人ぐらいいるって言ってましたけど、10分の作業が、一撃で1000人にメッセージ届けられるんですよ。これ、すごいじゃないですか。普通、その、チラシ配りだったりとか、テレアポとか、電話だったりとか、訪問だったりとか、1000人になんかそのね、新聞のね、広告、新聞、読売新聞ですよ、みたいな。 1000人に、ね、ピンポンピンポンしていかないといけないわけじゃないですか。それ10分で書いて、もうポンってポン。すごいないですかこれ。だからこれインターネットってだこういうことができるので、うん時間的な余裕っていうのはもちろんできますよね。うん。なんでまあ、いいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、やるやらないはあなた次第ですけど、僕はおすすめします。で、特に、あの、久保さんがちょっと言ってましたけど、そのなんだ。 うんパソコン一台でこっちがいいよ。サラリーマンどうですかみたいな。サラリーマンダメですよねみたいな。だからネットビジネスやりましょうみたいなね。振り込みあると思いますけど、僕は、あの、声を台にして言いますけど、いや、好きなんだったらやってくれって話なんですよ。そもそも。自分に情熱があってラーメン作ってます。自分が情熱があってサラリーマンやってます。好きです。っていうことだったら別にネット来る必要ないので、そうじゃないですか。 別にお金があろうがなかろうが幸せに生きてればそれでいいと思うんですよ。わかりますで、僕は声を大にして言ってるのは、僕のお客さんっていうのはほとんど、ね、今の仕事が嫌い、今の給料に不満があるっていう人が来るので、じゃあこっちやろうぜって話ですよ。だから不平不満がないんだったらそっちやってくれと。わざわざこっちやることないですから。ラーメン作ってね、美味しかったよマスターみたいな、このラーメンめっちゃうまいなねと。そこで楽しいじゃないですか。だからそれはそれでいいと思うんですね。 ただし、ね、ただし将来の不安があるとか嫌いでいやいややってるとかね会、会社にとっても迷惑じゃないですか。だって固定給払えとかね、もう久保さんもまあ分かると思いますけど、いやいや働いてる会社,社員にね、給料毎月働ってるんですよ。これお互い良くないですからね。いや、本当に。久保さん分かりますよね。お金払ってた立ち位置だから。 <laughs> ただこれお互いに良くないじゃないですか。会社辞めたい、この会社嫌いと思ってる人を雇ってね、で、ね、固定給払うみたいな。で、こ固定給払って、なんでこんなか固定会社辞めたいとかね、いやいややってるやつに固定給払って、こっちはもう安月給だっていうね、このぶつかり合いですよね、この無駄なぶつかり合いですよね。<laughs> いや、それはね、あんまりお互いに良くないことなんで、いや、だったらまあ違う道 <laughs>、やればいいんじゃないかなと思うんですよね。 うんだから本当お互いによくないと思います。うんなんでまあ今の仕事が嫌いなんかモチベーションんか情熱がない面白みを感じない、えー、収入に不安があるとか,だかそういう場合は他の道をやるべきだと僕は思いますよだって人生終わっちゃいますよそれで <laughs> 嫌なことをずっと続けて40年50年働くんですかとそれがあなたの幸せな人生ですかと。 うんいう話でございます。はい、ということでいってらっしゃい。